小馬は中国原産と推定される一年生草本。別名をジュート、インド朝、標準和名をツナソと言い,い、熱帯及び亜熱帯に成長する。繊維を取る目的で栽培され、インドバングラデシュが主な生産地である。繊維製品はしばしば英語名称のジュートと呼称される。高温多湿で湿潤な環境を好む。繊維は茎から採取し、 水に浸して発酵させるため、重度繊維生産には大量の水が必要となる。100日ほどで成長し、2メートルから3メートルに伸び、開花の後、休憩の果実を結ぶ。幸いは、冬、終わりから春初めにかけて発種し、夏初めから半ばにかけて収穫する。花をつけてから、実がつくまでの、どの時期に刈り取るかにより、生産される繊維の質が左右される。 一般に花が終わった時期に収穫したものから最も良質の繊維を取ることができる。日本でもかつては九州で栽培された。なお、ジュートと呼ばれる植物には同じツナ素属のシマツナソがあり、こちらも繊維原料として栽培される。シマツナソはアラビア語名をモロヘイヤと言い,い、素材としても栽培される。栽培には高温多湿の環境の上に、 土層が厚く有機質に富んだ砂湿度が適しているため、長江以南の大部分が公的地となっている。現在の主な産地は、石膏省、関東省、湖南省、厚生省、チャンス省などに集中している。特に石膏省の面積が大きく、戦闘高下流の小山南砂地区が全国第一の生産地である。しかし、現在は低迷しており、生産校は、 世界のわずか1.2%に過ぎない。以下、小馬と始末ナその両方をー都と扱い、ー都産業について述べる。ー都繊維は伸びる度合いが小さいために安定しており、毛羽もあるために保温性に富む。この安定した性質から、銅花線、カーペット寄付や畳表、紐、袋やバッグなどを作るのに使われる。逆に耐久性には乏しいため、ロープには適さない。 ジュート製の袋は南京袋と言われて親しまれる。ジュートの生産過程で出る廃棄物の処理が環境にかけるコストは少なく、ジュート製品自体の生物分解性が高いことからも、近年は環境への負荷が少ない素材としても注目されている。主要生産国である南アジアが最貧国であることも手伝い、ジュート製品を用いたフェアトレード事業も行われている。 ベンガル地方を中心とするインドでのー都繊維の生産はすでに18世紀以前より主工業で行われていた。しかし、ー都産業の本格的な工業化はイギリスによる植民地化と産業革命の影響を受けてからである。かつてはスコットランドでもー都繊維の加工が行われたが、現在のー都加工の中心は各生産国にある。現在のー都の生産量は 年間約300万トンほどで推移しており、そのほとんどが南アジア及び東南アジアで生産される。生産国の上位はインド、バングラデシュ、中国である。重度加工はインドやバングラデシュの主要産業の一つであり、コルカタ、チッタゴン、クルナなどの貿易港は重度輸出港としても知られる。ありがとうございます。